はいどうも皆さんこんばんは、沖縄です。今日はですね、レジェンズの今日ねツイッターで更新されていた情報について触れていこうかなと思います。でこちらですね、あのスパーキングキャラのユニークフラグメントが登場予定っていうねスライドが、また出ていたんですけれども、このね、スライドの、ま、上下にですね、いつも、覚醒する強化されるねキャラクターの背景がね、出ているんですけれども、もうそれがね完全にこの初期悟空ですね、本当に最初期に登場した超軸、ガチャ第1弾のスーパーサイヤ人悟空とねそっくり、と言ったわけでですね、おそらくですねこの初期悟空がねついに、強化入ると言ったわけで、レジェンズがね、かなり注目を集めているんじゃないかなと思います。結構ね SNS で発表されてから時間が経ってるんですけれども、他のね実況者の方があまり触れていなかったんで、僕の動画の方で取り上げていこうかなと思います。でこんな感じでね、最近はフラグメントバトルっていう、覚醒のね既存のキャラクターの、ステータスをね大幅に上昇するっていう感じで、強化が入っているんですけれども、それぞれね本当にすごいステータス値のアップをしているんですよね。直近の最終形態フリーザで言うとですね、かなりのね、上昇をもらえていて、こんな感じですごいです。全ステータスアップ 50% とか、キスの足アップとか、余ダメージアップとかね、そんな感じでもう全くのね、別キャラになるレベルぐらいの、強化をもらえているんですよね。そんな中でね、このスーパーサイヤ人の悟空っていうのは、もう前回覚醒したのも、確か覚醒がね、初めて登場した時の、まあ、第1体目の、覚醒キャラクターだったと思うんで、もうかなりのね、古参のキャラクターになっているんですよね。なんで、これまでのね、まあ、覚醒組のユニークフラグメントよりも、よりね、多くの数値を、上昇値としてもらえるんじゃないかなって思ってるんで、かなり、まあ、ステータス上昇では期待していっていいんじゃないかなと思います。そんな、悟空の能力をね、ちょ軽く見ていこうかなと思うんですけれども、ノーマルの打撃アーツ2枚を持っていて、タグはサイヤ人、スーパーサイヤ人、その一族ですね。で、打者がシンプルで、必殺アーツもね、威力 100% アップなんですが、大ダメージっていう、まあ、ちょっとダメージ的には惜しいアビリティを持ってますね。で特殊アーツも非常にシンプルで、気力40回復、余ダメージ 20% アップで、こんな感じで究極アーツを持っている。このキャラクターのね究極アーツがマジで、初期からね使われていたんですけれども、すごいね演出かっこよくて、好きですね。で被ダメージマイナスカットの 100% を持っている。で、メインアビリティが究極ドロー、余ダメージアップ、能力低下解除。まあ、古いね、覚醒キャラクターなんで、本当に、なんか、メインアビリティで体力回復みたいなのもなかったりしますね。で、全開アビリティは非常に強力で、レッドかつサイヤ人の、基礎ステータスアップとなっているんで、まあ、割と、今の環境においても、たまにアビリティ枠で、見かけるぐらいの汎用性を持っていますね。Z アビリティも1捨て上げにはなるんですが、サイヤ人のね、蛇行を増すことができるんで、うん。まあ今ね、結構打撃トレンドの環境でもあるんかなとか思っていたりするんで、相性良かったりしますね。で、こちらユニークアビリティなんですけれども、この子本当に癖ありですね。昔の覚醒キャラクター特有のね、ものがあるんですけれども、バフ消しに弱いっていうね、いうのがあって、こんな感じでクリリンが落ちることによって、余ダメージアップしたり、で、味方が落ちているというダメージアップしたりっていう能力あるんですが、全部ね、バフ消しで一掃して消されちゃうっていうね、弱点があるんで、まあ、これ自体がね、ちょっと変わらないので、割と厳しいんじゃないかなとか思っていたりはしますが、まあ、面白いところで言うと、ラストワンの時にね、悪の系譜のキラーがね、80% 消去負荷で乗っかるっていうかなりえげつない能力を持っていたり、はい。バトル経過40カウントから究極余ダメがね、めちゃくちゃ上がるっていうような、アビリティもあったりするんで、まあ、消去負荷を考えないとしたら、まあ、かなりね、数値は高い余ダメージを持っているんじゃないかなと思いますね。あとはシンプルに場に出た時の気力回復、余ダメージアップ、とかもあったりするんで、まあ、めっちゃ強いってわけではないんですけれども、まあ、最低限のね、アタッカー性能みたいなのは、持っていたりするんで、まあどうかなっていうところはありますね。で、これまでのね、このフラグメントバトルによって強化されたキャラクターたちなんですけれども、まあほとんど環境超最前線でね、戦えているキャラクターっていうのはいなくて、
まあ、第1弾でね、登場した無邪気ブーに関してはですね、元のね、全開覚醒アビリティとか、Z アビリティとか、あとはユニアビがね、めちゃくちゃ強いっていうところがあるんで、普通にバトル選出でも使われていたんですが、元々のね、ちょっとユニアビとかがパッとしないキャラクターに関しては、正直ね、ステータスアップをもらえたとしても、今のね、複雑な関係の中で生き抜いていくっていうのは結構難しかったりするんですよね。だから、まあ、それをね、考えると、悟空も今回環境であんまり使われないんじゃないかっていうのはあるんですけれども、まあ、ね、結構この3スロット目には期待していっていいんじゃないかなと思いますね。はい。もうこの3スロット目に関してはね、ユニークアビリティを丸ごと一つ、追加されたような性能をね、手に入れることができるんで、まあ、ここのね、アビリティがね、赤粒の最大値の上昇で、まあ、どこまでね、アビリティつくかっていうところが重要になってくるかなと思いますね。特に、さっきも言った通り、赤悟空に関しては、最初期のね、覚醒キャラ、そして登場キャラクターになるんで、まあ、ね、伸びしろはめちゃくちゃ高く持ってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、三つ目のね、性能によっては、まあ、環境でめちゃくちゃ見かけるようにはなるんじゃないかなって思っていたりしますね。本当にレジェンズがリリースされて間もなくねやっていた方っていうのはこのね悟空をもう使いたいっていうねその一心でレジェンズ始めた人っていうのもかなり多いと思うし僕もね、その中の一人となってるんで本当にねこの悟空はね PVP で初期でめちゃくちゃ使ったし思い入れのね、深いキャラクターになっていますね。うん。まあねあの時のPVP はなかなかね環境が掘り下げられてなくてどんな動きが強いかみたいなの分かってなかったんですけれどもまあ今ね、結構レジェンズのね PVP が詳しい人とか強い人がね出てきた中でこの悟空がどれだけ、環境で活躍できるかっていうのは非常に見事になってくるかなと思うのでまあぜひとも環境復帰してほしいなと思います。今回はね覚醒の初期スーパーサイヤ人悟空がね強化されることが決定でまあ、ほぼ確定したわけなんですけれどもこっからね、ナメック星編の強化後半としてねスーパーサイヤ人の悟空が、続々強化されていくみたいな感じになっていったらこのね覚醒バカ野郎悟空とかさらには、ウルトラのね赤悟空とかそこら辺のね、強化にも及んでくれると嬉しいですよね。ナメック星編の後半イベントこれから期待していきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。お前たちを絶対許さないと言っていた。奥に地球を守る。